皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。有名なボーイズバンド BTS のメンバーであるキム・テヒョンは、軍将校から他の部門に割り当てられた臨時の活動を間もなく行う予定であり、このニュースは彼の部門の友人たちをテヒョンの出発に非常に感動させています。テヒョンの配属に関する発表は、SDT 部門司令官から直接行われました。 特別ブリーフィングで、司令官は、テヒョンが他の部門で一時的に重要な任務を遂行するために選ばれたのは彼の優れた能力と献身のためであると述べました。テヒョンは兵役中に優れた業績を示し、今では非常に重要な任務のために他の部門で必要とされていると司令官は述べました。そのため、このニュースは部門の友人たちに衝撃を与えました。彼らの多くは、 ニュースを聞いたときに涙を抑えることができませんでした。テヒョンは私たちにとって非常に意味のある人物です。彼は常にこの部門の全員に励ましとサポートを与えています、と同僚は言いました。兵役中、テヒョンは献身的な兵士として知られ、常にあらゆる任務に最善を尽くしていた。 他の部隊で特別任務を遂行するために一時的に離任したことは彼の部隊にとって大きな損失だと考えられている私たちはテヒョンの功績をとても誇りに思っていますがいつか彼と別れなければならないので悲しい気持ちもしていますと別の兵士が涙を拭きながら語ったテヒョン自身も部隊の友人たちに感謝と感動を表した皆さんのサポートと団結にとても感謝しています 皆さんがいなくなると寂しくなりますが、任務が終わったらまた会いましょうと、テヒョンは優しい笑顔で語った。アーミーとして知られる BTS のファンも、ソーシャルメディアにテヒョンが新しい任務を遂行できるよう応援と祝福のメッセージを殺到させた。私たちはテヒョンをとても誇りに思っています。友人たちと別れるのは辛いですが彼はきっとうまく仕事をしてくれると確信していますと、 あるファンがソーシャルメディアに書いたテヒョンが別の部隊に異動になったことは、軍当局がテヒョンの並外れた能力と技能に大きな信頼を置いていることを示しています。友人たちに別れを告げるのは辛いことですが、テヒョンは強い熱意と決意を持って任務を遂行し続けます。彼の部隊のファンや友人たちはテヒョンの幸運を祈っており、 彼が貴重な話や経験を携えて戻ってきてみんなと共有する日を心待ちにしています。この瞬間は、軍内外の様々な関係者からテヒョンにどれほどの愛とサポートが与えられているかを改めて示しています。テヒョンは、その熱意と献身で、新たな課題に立ち向かい、SDT 部隊の名声をさらに高いレベルに引き上げる準備ができています。 テヒョンの軍事訓練は正式な義務であるだけでなく、国への献身と韓国の軍事義務への感謝を示す機会でもあります。テヒョンの軍事訓練は、標準的な軍の慣例に従うだけでなく、情熱と決意を持って訓練を受けるという彼のたゆまぬ精神も表しています。非常に有名な後人として、この任務におけるテヒョンの存在は彼の個人的な責任を反映しているだけでなく、 世界中の何百万人ものファンにインスピレーションを与えています。皆さん、今日のビデオは以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。